怖っ。大変な、はい、ですね、ここは異国の地ですね。異国の地です。え、大丈夫です。なんだかんだずっと一緒で寝てましたからね。まあ今日でもね、一日現場今ちょっと見てきて、今日から人間が5人今入って、まあちょっと現場見てきて、はい。で今から何？すごい楽しい企画やってくるぞ。姫路の企画面白そうだね。それしか興味なかったですね。あ、もう俺そのために来たから。現場のために。一人で来いと言ったけど。今日は女のために来ました。社長。女のために。女のために。女のために。芸能人って言ったから、まあ挨拶。挨拶。まああくまでも仕事で、はい、まあ今日来て、はい、で、まあ今日は仕事でその芸能人から。そう、僕がモデル呼ぶっていう企画ですよね。これ。うん、そうですね。まあ、勉強でしょ。だけど勉強のために行くわけだね。はい、俺らは。そうですね。だから俺別に、いやもういいわ、はい、あいつどうせ来たら企画だろうみたいな、はい、写真見たし、もういいよ、俺別に行くわ。俺だってもう行って朝からだから。朝からですね。まあ、ただその子たちが俺のこと好きになってもかわいそう。まあた、でも歩きながらのちょこっと車で移動したからね。まあ車移動して、これ本当にもう姫路のど真ん中でしょ。これちょうど駅前です、ね、駅前、はい、姫路の駅前ね。駅前、そんな中、ちょっとファーめっちゃ栄えてますね。ぐるーってゆっくり駅前、俺が映って邪魔になってる。ケーキ、姫路の駅前でございます。まあまあまあ、まあなんだろう、名古屋、愛知県でいう安城みたいな、三河安城駅みたいな、六日市とかね。はい、六日市はちょっとまた怪しましたね。四日市はもっとでかいんじゃない。いやいや、でも繁華街みたいなのあるの？僕らの多分生誕の地ぐらいです。生誕…あ、生誕の地ぐらい。生誕の地ぐらい。最近お前登場率高いの。まあ、あの時も仕事の話もあったもんな。あ、仕事、やっぱあくまでも仕事がつながって、まあこういうのやってる、まあ、まあ、その遊んでばっかじゃんね。はい、だけどまあ世話になってる社長に今日はご褒美あげようと。おお、モデルのご褒美。シシ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 シ。行ってみましょうか。はい、行きましょう。お願いします。じゃあ行きましょう。行ってみます。行くよ。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。どうして酒が飲める、飲める。いやいや、俺は一つだけ心配なの。モデルが飲むの好きなの。大丈夫。まずない。今までの経験上ないから。経験ないから。ないから別に。じゃあ好きにならんようにしてない。ありました。違うの？まだその、あれですよ、ボルテージ上げてからだけど、女の子には言っときましたから。なんて？じゃあ、もしも気に入ったら、あとはもうプライベートはまかっこいいんですけど、言っときましたから、女の子も。おじゃあ、本当に満たせみたいな。そんなもの、これ酔っ払ってない？大変だよね。あれ、写真も酔っ払ってます。酔ってるでしょ、だって何回目よ。4杯も入れねえ。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。行きます？あ、行きます。笑ってません。じゃあ社長、ゴチでいいですね。で、ここでゴチで、まあ、次僕洗いますよ。あ、待って。出せよ。女の子。邪魔だろ、お前。俺は出させろ。ギャグだよ、お前。僕ら出せろ。え、逆っすか？逆っすか？じゃあもう閉めます、とりあえず。閉めましょう。ここだけだけ。トイレ、トイレだけ。あ、トイレできる、動きできる。あ、もういいですよ、カメラだけ。大丈夫ですか。はい、もういいです。今日の企画、はい、いいのかな、バーカシで。そうですね、まあ、ちょっと別に、ちょっと待機メンバー、待機メンバー、待機メンバー、待機メンバー。うっす、怖っ。ああ、今日のゲットですよ。今日の企画紹介なんですけど、実はですよ、はい、今回なんですけど、健太君のところで、うちの、まあ、職人ですよね、応援に今あの行かさせていただいて、で、まあ、社長がどうすかから、まあ、今回初めてだから、ちょっとあの見に行こうぜって、今日午前中、まあ、午後、現場撮って、まあ、夜は夜でちょっと YouTube の企画で、まあ、ちょっと飲み歩こうかなって言って、あの今、ここで飲み歩きの YouTube を撮っておって、オチとして、まあ、このね、けたくんだけど、社長はでも今、アレンギブなんで、まあまあ、めっちゃ楽しみにしてます、そうそうそう、モデルの女の子を紹介するっていう風に言って、はい、そうですね、今からバーで待ち合わせっていう手で、はい、で、今、その間に一軒で、テンションで投げるために一軒挟んで、はい、で、本当は別にそんなモデルの女の子じゃなくて、この方たちです。めっちゃ怖いっす。Meu nome é Rafael e vamos fazer uma pegadinha com o Carequinha. Só vamos, sou o Michael. Sou o Rodrigo.
はい、ラッス、ラッス、本物です、本物です。でも日本語めちゃくちゃペラペラですよね。はい、皆さんペラペラなんですけど、はい、全部ポルトガル語で言ってもらうんで。そしたら社長何も喋れんじゃないですか。社長喋れんもんで、はい、まあ、どうするかっていう、まあ、検証じゃないですけどね、検証、はい、どうなるか見ましょう。はい、お願いします。じゃあ今社長あそこの席にいるんで、はい、そこにいきなりパッて座って、まあ、今さっき健太君からもらった1万円札ですね、はい、1万円札を、まあ、全部ポルトガル語でいいですよ、はい、あの両替してくれって。そしたら社長何も分かってないから多分財布出さないと、あ、両替かな両替かなみたいな、財布出したら財布、まあ、取ってパッて奪って、はい、まあ、そのままちょっと走って逃げてほしいです。あー、わかりました。ポルトガルのところでちょっと一言、Como faz o bagulho, tá ligado? なんか面白い。じゃあ、今行こう。はい。もう食べはるのソース。指導だね、これ。やっぱり指導。指導ですよ。めちゃくちゃ怖いですからね。なんかそれ。でも、ここまで行ってもらったら、僕ら、これから楽しくて、はい、ああ、もう、いいか、ここまで僕らも行けるもんで、お願いします。じゃあ、お願いします。よろしくお願いします。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。私って酒が飲める、飲めるぞ。酒が飲めるぞ。1月は正月。出すの？
丈夫大丈夫じゃねえよ、おい叫んじゃねえよ、あとお前連邦使ったらもう始末になる。いやでもまあ遅かったですけどお前よ。一番初め僕の前だっけ、ケンタケンタやっぱバレオネかな。おお、一番あるとリコあいいかいいか、もう最後はい、どうぞ。はい、脳みそは追いついてるけど心が追いつかない。じゃああいつってやめたつくな。楽しかったもん。一緒じゃん。楽しかった、本当楽しかったね。楽しかったじゃないけど、お前脳みで見たわ。だけどどうしたの。真面目真面目真面目怖っ、こんな距離なさもん。あまあ近しいよ。私もちょっとだけ。でも。何言ってるの。だけど、俺一個勉強になりましたね。何が？この前海外行った時に、ね、うわ喋れんの？喋れんのって言っとったら、自分全然喋れない。全然喋れてないもん。いやいや、なんだった？マネ、チェ、マネ、チェ、千円、千円。それやばいですよ。お金持ってていいよ。全然お金持ってていいよ。僕の身だけ安全だよ。はい、まあ、今回ね、兵庫県まで来て現場視察兼、まあ、いわゆるね、健太君がね、モデル呼んでくれて、まあ、社長もそこに大興奮しちゃったんですけど、まあ、ちょっとモデル違いでしたね。モデル違いでしたよ。最高なモデルだったと。最高のモデルだった。周りのそろそろアドレナリンでいいね。もう俺人差し指で殺すから。もうワン、ツー、スリーで終わりだから。社長、社長もうちょっと食べようかと思って。ちょっと待ってください。刺激あったんですよ。もうしこちびっといて。ちょっと濡れてるね。ちょっと。ちびるよ、あんなんさね。いいや、はい、しびる。はい。でもですね、はい、これからまた楽しい動画とか流していきます。本当に今日ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい人じゃん、いい人じゃん。最後に、はい、ね、やる前もやったじゃん。はい、ポルトガル語で社長に対して。あ、最後ね、どうだったかっていう。じゃあ最後、社長どうだったの。ポルトガル語でちょっと。ポルトガル語でいいの。はい、ポルトガル語で社長。俺もポルトガル語大体わかる。はい、ビビりません。ビビりません。社長に対して。どうだった Of course, I'm the kind of a singing boss guy. 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 I'm ちょっともうか。